行ってくるね。パパと仲良くね。バイバイ。すごいことになってるね、髪の毛。行ってきまーす。おもぎちゃん、行ってくるよ。ご飯に夢中のようです。感染リスクを下げるため、ラクダの未殺菌ミルクや加熱の不十分なものは口にしないようご注意ください。また、ラクダも唾液を浴びるようになって接触しないように気をつけてください。楽しい、もう空港で楽しい。今無事ね、今無事搭乗手続き終わって、でね、KETA はビザとどっち、 KETA どっちで入国しますかって聞かれて、 KETA ですって言ったら、画面見せてくださいって言われて、スマホの画面見せただけでした。意外となんかまあスムーズだった。とりあえず一安心。こういうキッズスペースもあるんだね。知らなかった。タコちゃんと今度来るときはここ使ってみよう。で、ここかな。入ってみます。はい、じゃあ今からね、保安検査所通っていきます。なんか空いてるな、ラッキー。行ってきます。
ということでね、ミッション空港着きました。なんとね、1時間遅れですよ。3時半到着予定が4時半になっちゃったの。もうね、今日朝唐揚げくんとチョコしか食べてなくて死ぬほどお腹空いてるんだけど、今食べちゃうと食べれなくなるから我慢します。で、今日も高速バスでもう乗り換えするのめんどくさいんで高速バスで行こうかな。ちょっとね、CU でね、なんか軽くつまみたいんで、なんか買って高速バスのチケット買っていきたいと思います。ダンキン、ダンキンドーナツ、なんていうの、これ合ってる、ダンキンドーナツできたんだね、前なかったよね。あ、ちっちゃい CU、 ナイス CU、 ちょっと買っていこうかな。荷物が入らないかもしれない、置いておこうかな。大丈夫かな、この間これ忘れちゃったの。5 o'clock. 감사합니다なんかね、全然寒くない、結構思ったより、なんかね、予報よりかなりね、上がったんで、多分8度とか9度ある、10度近くあるから全然寒くないです。ちょっとチーカマ食べます、待ってる間に。15分ぐらいあるんで、いただきます。チーカマ食べます。てかこれ200円って高くない？これ1本200円だったんだけど、おはようございます。ウルチロコープレジデント。ウルチロコープレジデント。
ということでね、ホテルチェックイン終わりました。長旅だった。こんな感じで、なんかプリンセスルームっていう部屋みたい、なんか可愛らしい部屋みたいでね、部屋が入るとこんな感じで、左にシューズボックス、ん？クローゼット、左にクローゼットと、一応なんかすごいシルク生地のパジャマがあります。で、トイレと洗面台めちゃくちゃ綺麗やん。わお。で、お風呂も綺麗、すごく、はあ、立地がいいからね、今回ここのホテルにしてみたんだけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。なんか人気な理由がわかります。ちっちゃい冷蔵庫、コーヒー、テレビ、これはなんだ、ダブルベッドじゃないな、もっと大きいね、もっと大きいベッド。さあ、夜景はどんな感じでしょうか。うわー、わ、あんなに低い。ハロー APM、トンデンムンが、あそこ DDP、 なんかちょっと三色になってる。え、っていうかめっちゃ景色いいんだけど、わかるかな。はい、今ちょっと部屋暗くしてね、夜景見て、過去一、こんな綺麗なんだね、ここのホテル。そしてね、なんとね、ああ、何なんだっけあれ、ソウルタワー、ナムサンタワーだっけ、が綺麗に見えますよ。